また、ウクライナからクブラコフ副首相も出席しロシアによる侵攻で打撃を受けたインフラの復興支援を確認しました一方でかし<れ>島のサンセットクルーズや伊勢神宮の参拝など三重の豊かな自然や文化に触れるプログラムも盛り込まれ閣僚らは日本のおもてなしを楽しみました。 中でも盛り上がったのが県と国が共同で開いた歓迎レセプション高校生レストランでおなじみの大河高校の生徒がだし巻き卵と握り寿司を目の前で調理さらに伊勢海老や豪華絢爛な刺身の盛り合わせなどがビュッフェ形式で提供されました ー実は、このレセプションが果たした役割は大きかったようで斉藤大臣からは、えー、レセプションも含めたあディナーですね、三重県の食材を堪能できて、各大臣もすごく喜んでいますと、気持ちもほぐれたのか。 ああ話し合いがスムーズにいったという話をいただきました参加者の緊張をほぐした料理とは今回の会合を成功に導いたと言っても過言ではないその料理を味わいに行ってきますレセプションの料理を任されたのは高級和風旅館の賢島北条園 メニューを考案したのは料理長の東海美希人さんですどうぞありがとうございます、はい、こちらが大臣がお召し上がられたお料理の一部でございます伊勢、はい、エビや伊勢マグロのお作りに卵の殻を器代わりにした茶碗蒸しなど見た目も美しい59種類の料理が提供されました 中でも料理長の一押しがこちらは鳥羽さんのサワラになるんですけども、えー、カルパッチョを仕立てにしてございますが、えー、生臭みもなく、うん、お召し上がりいただけると思いますねいただきますんんおいしい身がふっくらとしていてソースさっぱりの中に あっっててるのので少しし香香ばしい香りがが口の中に広がって実は東海さんが普段作っているのは和食を中心とした懐石コースビュッフェ形式も洋風の味付けも慣れない作業でしたがさわらのカルパッチョもかつおのたたきの要領で皮目をあぶって臭みを消すなど和食の技を駆使して仕上げました。お刺身類は まあ、あまりお箸が進まないだろうという予測を立てていたんですけどもかなりお召し上がりになりましてやっぱりこう日本食のそういう関心が高まっているんだろうなということは感じましたね記憶に残していただけることが一番重要であると考えました姿作りの豪快さでありますとか和食の繊細さでありますとか特徴を持たした演出を心がけましたね料理長の技とプライド そして三重の魅力をぎゅっと詰めたおもてなし今回の成功が次につながることを期待しています四季を通じて三重県島市にはたくさん美味しいものがございますのでぜひ足を運んでいただきたいと思いますね夏のね観光新珠に向けて、えー、一層の起爆剤になれるよう期待をいたしておりますね